こんにちは、亀山ライダーです。林道マニアの皆さん、こんにちは。今日もですね、あきる野市の林道を走りに来てます。先日お届けした大岳林道、あの大岳林道に行くのに通った都道201号線なんですけれど、あの道がすごい面白い道だということに帰ってから気づきました。なので今日はそこを走りに行きます。場所は同じこの十里木の交差点を右折。この後ですね、この間お届けしなかったすごいものがあるんです。ご覧ください。妙な像です。もう紛れもない妙な像です。先日も通りました。この道は都道201号線です。大岳林道の入り口の先にもまだ道があって、その道を進んでいくと御岳山に到着します。そこで行き止まりなんですが、なんとこの都道201号線、御岳山の周辺からダートになるそうです。れっきとした都道なのにダートになるんです。いわゆるですね、国道とか県道って呼ばれるそういう道ですよね。つまりまあもうその時点で気になるじゃないですか。ところがさらにですね、その突き当たりに林道が2つあるそうです。林道御岳線と林道鍾乳洞沢線です。で、調べたところによると、まず御岳線の方は東京都森林事務所の方で通行止めという情報が出てました。で、もう一つの鍾乳洞沢線は比較的新しい林道みたいで、走ったっていうブログの情報はいろいろ出てくるんですけれど、その東京都の森林事務所のページには載ってませんでした。多分あきる野市の林道なんだと思うんですけれど、どうも通ったっていう人の情報を見てると毎年少しずつ伸びてってるみたいなんですよ。だからどっかにつなごうとしてるのかなって、そんな話になってました。ただその鍾乳洞沢線も通れないような感じもするんだよな。ということで、まあ林道はもしかしたらお届けできないかもしれませんが、少なくとも都道のダートは走れるということで行ってみることにしました。あ、はい、ここが大岳林道ですね。この間こっちに入ってきました。これをまだまだ進みます。ダートが始まるのは柿平園地公園、それのトイレがあるそうで、そこからですねダートになっているようでした。まあもうあれですね、すでに 1.5 車線の道って感じで、これが都道って言われてもあれですよね、ちょっと信じがたい感じがしますよね。なんかもうこの時点で十分怖えぞって感じがするんだけれど。お、あー、滝みたいなのよくありますね、この辺は。はい、ここまたなんか森の木々に囲まれて薄暗くて気味の悪いところですね。まあ天気良かったら気持ちいいんだとは思いますけれど。あ、それですね、ここだな、柿平園地トイレで、この先こっからダートになってますね。ちょっとトリップをゼロにしました。どんくらい距離あるのか測ってみましょう。それでは行ってみます。都道201号線のダート区間です。さすがに平らですね。これ左側にこの陽沢川というのがずっと流れてて、まあ林道沢があること多いけれど、沢があるのいいね、やっぱり。おっと、水たまり、水たまり。あれですね、石っていうよりはなんていうんですかね、泥っていうか砂っていうか、まあこれが都道だって言われても確かにピンとこねえよな。あ、もうこんなもんなんだ。はい、鍾乳洞沢線ってこっちですね。これまあ一応ゲートエスケープできるけれど、ゲートですね。で、そっちがあれかな、御岳線。崖崩れで行き止まりだってことですが、これはまだちょっと行けますね。これ御岳線の起点ってことなんで、ちょっと、はい、ここでトリップ戻して行ってみましょうか。ちなみにここまでは 500m でした。おお、ちょっとどこにいたの君は。蝶なのかガなのか。バイバイ。ちょっとゼロに戻しました。はい、林道御岳線行ってみます。あれ、舗装されてますね、ここ。一応ここもですね、行き止まりで、そこから先は登山路になっているっていう情報を得ています。
ただその崖崩れで行き止まりになってるっていうのはどこなんでしょうね。ちなみに御嶽山はですね、あの山岳信仰の山だってことで有名ですよ。ロックガーデンっていう沢の岩の上を歩けるコースがあって、すごく気持ちよさそうな登山路です。おお、ここ木がすげえ、杉の木ですね。お、あ、車で来てる人がいた。まあ舗装されてるから今のところ何の不安もなく走れてます。いや、すっげえ気持ちいいですね、ここも。え、全然いい道じゃん。これ林道ってなんかさっきのさ都道よりこっちの方がいい道じゃんって思っちゃうんだけれど、ちょっとゆっくりずっと登ってますね、これ。ちなみにその行き止まりから先が登山路になってるって言ったじゃないですか。その先にはですね、あのさっきの山岳信仰の山っていうことででっかい岩があります。天狗岩っていう名前のでっかい岩があるんですよ。でですね、その天狗岩、なんで天狗岩っていうのかって思ったら、岩の上に天狗の妙な像が置いてありました。もう絶対行かないですよ、そんなの。必死に歩いてたどり着いて天狗がいましたって、ちょっともう、まあもういい加減妙な像はね、そろそろ卒業したいと思います。お、土砂崩れ通行止めって書いてありますけれど、これもゲート開いてますね。いやー、すっげー荒れてきた、すっげー荒れてきた。あと坂がすごいぞこれは。あーこれだ、土砂崩れてますね。ここで行き止まりですわ。どうしようかな、ちょっと目の前まで行って写真撮るか。あそこ U ターンできるか。まあバックしてこりゃいいかな。U ターンするならここだよな。まあ誰も来ないだろうし、あの前まで行ってじゃあ写真撮るか。はい、土砂崩れ終点です。あれだね、 Google マップに出てきたんですけれど、あと1分って出てて、このあとちょっとのところで、あのどの道林道は終わっています。その手前で土砂崩れで通行止めってことですね。距離は 2.1 キロでした。止めれるかな、止めれるかな。あ、いけるな。ちょっとじゃあ写真撮っとくか。はい、林道御嶽線の終点です。土砂崩れでした。はい、満足です。よし、ちょっとそーっとバックしましょう。おお、これあのこういう足場が悪い急坂でバックするのってすごく大変なんだってことが今分かりました。ちょっと次からこういうところに入っていくのは考えもんだな。よし、はい、乗り込んで、よし戻りましょう。はい、ということでまずは1本目御嶽線でした。はい、ここあれですね、一応舗装されてるんで、まあ来る人いないと思いますけれど、オンロードでも、来れる林道です。今日はまだ他の林道を1つ2つ回る予定なんで、この動画はここで終了しますけれども、はい、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。亀馬ライダーでした。バイバーイ。